Welcome to 京都、Welcome to 夢屋八幡 TV。 本日も歴史について語っていきたいと思います。本日は、昨日の奥の江天皇陵に関係しまして、保元の乱で、敗れて散ってしまった為吉公、源為吉公の墓所からずっと敵方の平清盛公ですねを祀る若一神社というところまで散策してまいりました。それで、保元の乱というのはどういう戦いであったかと言いましたら、昨日の続きになりますけれども、院政ですよね、ここの近くにございます、鳥羽離宮の方で院政をしていた鳥羽天皇のお妃が、まあ何人もおったんでしょうけども、二人おられて、彰子という方と徳子という方で、まずは崇徳天皇が即位されます。鳥羽天皇が74代でこう院政に引いて上位されて崇徳天皇になって75代と。それで、徳子という妃ですねの方が寵愛していたもんですから、若くして三歳にしてこの江天皇が即位すると。で、崇徳天皇は上位して上皇になるんだけれども、まだ鳥羽天皇の権力で崇徳上皇は何するすべもなかったということですよね。で、近衛天皇の お子さんは17歳で亡くなってますからね、なかったということで、藤原のそれに関して、頼長の呪詛があったやなんやという話を昨日したと思います。それで17歳で亡くなると。次の天皇というのはこう後ほど77代で後白河天皇が即位されるんですが、後白河天皇というのは立太子の礼を行っていなかったようです。それで、二条天皇になる前に後白河天皇が即位したと、立太子なしで即位したということで、こちらがお兄さんで、これ同じお母さん腹違いでもあれないですよね。それにして、後白河天皇が即位して、それで摂関家の対立などもありですね、同じ北家でも対立したんですね。それで、戦いとなっていくと。その頃に力をつけていたのが武家集団であって、清和元と桓武平氏であるということです。それでですね、まず崇徳天皇の上皇ですねの方に継いだのは源為吉為朝、それと平忠正伊勢平氏です。平家広伊勢平氏、源頼宣ですかね、これは摂津平氏で、こっちの為吉やそれの子供であります為朝、鎮西八郎為朝は河内源氏となっていきます。清和源氏からずっと、分かれていくわけですね。六層の神社の宮司さんに解説していただいたように、詳しく見ていただければいいと思うんですけれども、同じ清和源氏からの流れです。摂津源氏にしても、それとこれ息子ですよね、為吉公の息子である義朝、これも河内源氏ですね、源氏で、これは兄弟です。義朝と為朝というのは兄弟です。で、有名な
平清盛、今日の二百一神社を建てたということで、今日は大祭でしたけどね、なんか、創立な何周年からです、一千何百年ですね。それと源の頼政、これ摂津源氏、これ、清和源氏です、平の信兼、これは伊勢平氏ということで、ここ真っ二つになって戦ったということですね。で最終的にいろんな策略、非常にですから、こうもう崇徳天皇とか真面目なんですよね、はっきり言って。為吉公も正論でいくんですけれども、逆の方向の方の 方が、まあ、策士というか、そういうふうに負けてしまうと。でそれと摂関家の方でも、この頼長いうのがこれ自訴してたというのが本当でしたら、そういうものもありますわね。それで負けてしまったと。いうのが1156年に起こった保元の乱ということです。それで最終的には後白河天皇方が勝ちまして、崇徳上皇は讃岐に配流されると。これで、誠実性を訴えるんですけれども、それを認められずに舌をかき切って怨霊になってしまって死んでしまったという流れで、2日ほど前ですかね、行きました白峰神社で、京都に残られた明治天皇、睦仁天皇が、建てた創建した神社であるということでした。それと為朝鎮西八郎というのは伊豆に配流されると、後でまた述べます。で、その後、平清盛が勢力を増して、平家の世となっていくと。で次に起こるのが平治の乱で、その時、その後、義朝は清盛に敗戦して、で義経や頼朝の話になっていくわけです。源平合戦となり、鎌倉幕府を作って、そっちの流れとなっていくことです。要するに力と力で制したら、いつかはシーソーゲームになっていって、いつかは滅んでいくということですね。平家物語に書かれてますようなことが、世の哀れということじゃないでしょうか。四少女の鐘の声ですかね。諸行無常の響きあり、さら草樹の花の色、聖者必衰のことを割を表す。たけき者もついには滅びん。塵の前の風の前の塵がごとしですか。春の夢の世の夢のごとしいのもありますわね。非常にいい文章です。そういうふうにして、権力争いがここで行われていって現代につながっているということです。で本日特に取り出したいのは為朝の伝説なんですが、為朝鎮西八郎、為朝というのは1139年の生まれで、32歳で亡くなったことになっていますが分かりません。で鎮西ですから九州の方の将軍となって、これは為吉公のお子さんですが、遊び目ですね。遊女がお母さんだと言われておりまして、2メートル10センチの男だったんじゃないかというふうに保元物語では書かれているそうです。まあ小さく見積もっても180か90だったんでしょうね。素晴らしい、武勇の方であったようです。鎮西八郎
ということで、八郎というのは一目置かれてて、九郎義経いうのは 8番目の子やったんですが、八を飛ばして九郎にしたということです。それで最終的にこれ負けまして、近江で捕まったそうですが、それで、廃流、伊豆に廃流されると。もうここでも死刑は良くないって、これ斬首ですよね。これ為義子切腹じゃありませんので斬首ですから、これは一番、武家にとって、どう言うたらいいんですか、名誉でないことですよね。こういうことはもうやめようということで伊豆に廃流されたそうです。それで最終的に北条なんかに滅ぼされて32歳で亡くなったということになってますが、伝説では琉球に渡って、伊豆大島を脱出してですね、琉球王国に渡って、そのお子さんが春天となって中山王朝を作ったんだと、琉球王朝の中山王朝を作ったんだというふうな話があるそうです。これ1166年が春天の生まれたそうですんで、ちょうど33歳ぐらいのお子さんですから、話は大手きますわね。それで鬼ヶ島に行かれたということなんですが、これ多分機械島と思います。私もボクシングのマネージャーしてまして、何度も沖縄の方に呼んでいただきまして、いろいろ話したことありますが、これ奄美大島の横で機械島という焼酎の銘柄もあると思いますが、ここが非常に大和王朝のなんか出先機関があったところみたいです。ここを通って運天港という琉球の北部ですねの港に着いて、琉球の方と子供を作ったのが春天さんであって、中山王朝を作ったということです。これは先日訪れました友の社ですね、武道の神様、忍びの神社の中の拙者にという説もあるときちっと書いてましたんで、神社でだいたいそれが正しいって正しくもそんなバカなというふうな都市伝説のようなことやったら書きませんわね。ですからこれもまず間違いないと思います。それとこの運天港の横に火がありまして、その火を作ったというか、火に刻まれているのは日露戦争で有名な東郷平八郎さんの名前が刻まれているそうです。今も何も関係なかったらそういうことを書かないと思いますんで、まず間違いがないと思いますし、私やたがらすに聞きましたけれども、まあ認めてましたねということです。なのでそういうふうにして、琉球とのつながりがあるのかと言いましたら、最初にも述べたと思いますが、イスラエルからずっと日本へたどり着いたのは、まずは久高島 ではないのかということです。それで、まあ、機械島ですか、奄美が通ってますよね。奄美を通ってで四国に入ってきたと思います。それで、今のような日本列島のでなかった可能性があります。ホサマグナですね、諏訪のところのホサマグナが走ってまして、そこで日本列島が二つに分かれてた可能性がありまして、それがひっついたのが紀元5ですよ、5の3世紀か4世紀で、その時に来たのが秦氏であるという、そのどういうたら動乱を気に来たのが秦氏であるというふうに言われておりますし、
八田ガラスはそうや言うてました。で、話は前の動画に戻るんですけれども、天皇の即位で一番大事なのは太政祭であり、その時に、作る大麻ですよね、マリファナの着物という新たいは泡の幹家で作るというふうに言いましたですけれども、こう沖縄からこう今の四国って言うたら、まあ黒潮が流れてますから、それ行ければ行けるというけど、もっと近かった可能性があります。こうぐっと分かれて、南の方に傾いてて、ていた可能性が大です。それで大城祭の話ですよね。大城祭で、仮用のその社を、大城宮を作るのも主紀殿と遊紀殿を作りますから、西の列島と東の列島という意味だそうです。大体ですから静岡県のあの辺で分かれていたようです。それを一つ置いとかなければいけないと思います。ですから琉球というのは非常に、大事なところであって、そこへ源氏はもともと天皇家の方ですからね、発生した方ですから、で入っていったんだというふうなことがあっても決しておかしくないことだと思っております。で、久高島には二来からいですか、異界という伝説があるそうですが、これはもうイスラエルじゃないかと、そういう方が入ってきたんじゃないかと、沖縄民謡なんかイヤサカ言いますのに、イヤサカはヤファウェの民であって、同じことです。でシーサーはもうライオンですからね、どこにライオンおられますんですかね、琉球でということです。で、天幹雄の伝説があるそうです。女性の方ですね、だから宇多木の巫女さんのトップですね。まあ日本でいう、日本もいろいろ島の中で、アレンジされてると思いますが、アマテラス、鬼神に近い人であって、これはイスラエルの南ユダ王国ですね、2つに分かれて、十種族は北と中原のシルクロードを通って日本にやってきたと思いますけれども、ユダ族とベンジャミン族とレビ族がおった、その、一族が海のシルクロードを通ってきた、ということで、南ユダ王国のどうもヒデキヤ王の秘伝家が日本に来たのが、そういう伝説になったんじゃないかと思われます。ですから琉球を通って最終的には四国に来たんじゃないですかね。四国の阿波の方について、で、アークですよね、その門の秘宝のアークを担ぎ上げたんではないかと思っております。それが為朝伝説です。いろんな戦いになっておりますけれども、最終的には裏で、操る方々は日本の歴史を知っていたんだと思います。ですからもちろん、そのイスラエルから来た地位っていうのが全部日本になってるわけじゃありませんが、大体 40% がそれぐらいなようです。で、もともとはおられた縄文人というんですかね、そういう方々と混血していったというのが今の日本の形だと思われます。それで、戻りまして保元の乱で、源義朝と平清盛が勝ちますが、その後
平治の乱で清盛が勝って、義朝は処刑され、頼朝、義経などの源平合戦に入って、源平合戦で源が勝って、鎌倉幕府が作られていくと。これですから全部征夷大将軍というのはこのここから源源氏であるということですが、言いましたように、足利までは間違いなく源氏ですけれども、その後江戸時代の今度な、タイガーするんですがね、徳川氏というのは鴨氏であって源氏ではありません。ですが同じユダヤですよね。元をたどればそういうことになっていると思います。今日はここまでにさせていただいて、明日は清盛というのは避けて通れませんからね、あんまり私好きではありませんが、それと平氏というのは、まあ、桓武平氏ですが、桓武天皇から別れたということですが、元をたどればどこから来たんだったんだろうかと、なんで、そういう船ですかねを操るのに長けてたんかということを一度考えてみたいと思いまして、明日は兵士の拠点であります六原に行ってみたようかなと思っております。本日訪れました楽一神社は、あそこが本当に兵士の館があったかどうかはクエスチョンです。六尊の神社の宮司さん曰く、梅の工事のところに火が残っているのがそうだと。で、六尊の神社の一部を倉庫として清盛に渡したんだということでしたので、そうかと思います。あんまり言うとねおかしくなりますので、今日はこれぐらいにさせていただきます。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。どうもありがとうございました。